イローマピオキングです。今日はですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオこれだけ多分簡単って書いてるんですけど、これさ、サムネ見る限りさ、右に進むだけでゴールできるじゃん。で、ちょっと詳しく見るを見てみたんだよね。そしたらさ、上からさ、なんか降ってくるのかなとか思うじゃん。この画面見る限り、上から降ってくる何かっていうのはなさそうなんだよね。なさそうなのによ、クリア率 3% 切ってるからね。でもベストタイムは1秒っていうことは、走っていけばいけるはずなんだよね。見て見て、クリア条件もないよ。走ってて、そこ走っていきます。うわスクロール経過。じゃあどういけばいいのスタートした瞬間ジャンプ、そして上から狙っていく。うわむず、これ絶対上からだと思うんだよね。矢印がさ、上からって書いてるじゃん。だから上から行く感じ。こううわ、絶対いけてる、絶対いける。これで何回かやってれば。ちょっと見よってよ。わっ、やった任して。はい、それじゃあ次のトロールコースはこのコース、初めてのユースキン騙しコース。のっぺらぼうさんっていう方が作られてるんですけど、嬉しいことにですね、リスナーさんなんですよ。さらにですよ、毎回コメントくれてるからね。僕ですね、コメントくれた方には全員コメント返信してるんでわかるんですけど、のっぺらぼうさんいつもコメントくれてるんで、多分今回もどっかいるからね探してて探してグッドボタン押してあげてて。それじゃあ早速やっていきますか。音量注意再投稿です。いや、まず音量注意っていうのがさ、あの僕のチャンネル自体がね、音量注意なんだよあのね、ユースキンのトロールコースって僕あんまりしたことないんだよね。これはあのキノコを取っていけばいいだけ、そんな感じでしょもう引っかかってるんだけどね、偉そうなこと言って引っかかってるんだけどね。それじゃあここに寄っとけばいいだけ。あ、違う、右右右、危ね、バーに入れないのか、あの左下。じゃあここはヒップドロップすればいいと見せかけて、こっちでヒップドロップキノピコにブーはないでしょ、かわいそうに。お尻からブーはまずいよ。じゃあここはジャンプ。うわ、そっちにもキノコ出しやがったそれではここヒップドロップして何もしないで、そしたらキノコが取れる感じだね。で、ここもヒップドロップ、オッケー。うわ、どうしよう、ここスネークブロック乗ってそのまま下に行ける感じ、そういう感じでしょ。あれ、何もできないね、こっちは。じゃあここは一旦右行ってすぐジャンプして右、そう、こっちでやってるでしょ多分ね。下のドカン罠だと思うんだよね。ここは何もしないでいい。それじゃあこのドア入ったらね、大砲が出てくるからね、こいつをすぐ避ける、こう、よしよしよし。で、右下のクリボーはね、なんか出てくると思うんで信じない。なんでシャガシャンクレリンの壁キックで右のクモの上に行く。おい、うますぎる多分回転ジャンプ、スピンジャンプか、スピンジャンプで行けばよかったんだね。そしてここは足場があるきっと、なんで降りていい、うまい。そして下に行く、こっちだってんじゃないの、すぐ左だね。うわ待ってよ、こっちやられるパターンでしょ。おねーていうかみんな聞いて、今日ね宅配便が来るんだよね。ちょっとまずいことにまだ来てないんだよ。今ね昼の1時半ぐらいにこれ収録してるんだけど、もうそろそろ来そうなんだよね。聞かれるかもしんない、おねーとか言って聞かれてた、ちょっとまずいんだけどな。じゃあここは回転ジャンプで行ってよかったんで、普通に回転ジャンプで行きます。そしてここも渡ってっていい、渡ってって何もしないでよかったね。ここは何もしないよ、オッケー。でパワーブロックを持ってあのブラッパに当てればいいだけだけ、待って逃げたい、オッケー危ねえ水中じゃなかったらやられてたね。でここで投げます。でどっち行こう、ここは左が罠だね、右が正解、多分こっちが合ってる。ほらうそそれじゃあここにキノコがある、よし、でこのキノコ取らしてよしよしよし、早く右行こう、このキラーがすげえ怪しい。でもね何もなんないと思う、あのキラーは。なんで一旦ここはハテナブロックを叩いて下に置きよっか、下に置けます。あ、左行っていいんじゃないの、ちょ待って待ってよそれじゃあここはハテナブロックを叩いた瞬間左に逃げる、よし、あの魚が来る前、そしてドアに入る、こっちで合ってるね。わ、中間ポイント、こんなに優しく取らせてくれるんだ、ありがてえのっぺらぼう。でここで下に行く、
そう、しゃがんでいこう。あらー、じゃあここはレールに乗ったら右だね。そう、そしてどうしよう、ここはなんか出る。いや、なんも出ないね。このハテナブロックはなんだろう、多分コインだとは思うんですけどね。うん、コインだったね。で、この下に行こう。飛びせかけて一回上に行く。ほら見て、合ってんじゃないの、こっちなんか出てきたよ今。違うのか、右のプクプクが出てきただけか。じゃあここは一旦右行ってみようか。右なんか罠っぽいけど、こっちが正解。あ、行けないのね。じゃあこのまま下に行ける感じでしょ。オッケーオッケー。順調すぎ。ここ行った右。いや、多分ちくわブロックの方で合ってんだけど。あれ、どういうことですか、ここバネを持ってこいってこと。どっかにバネあった感じかな。じゃあそれじゃあね、バネを探すんだけど、多分ね、見えないところに隠されてると思う。っていうことはこの画面外の左だね。ここにある、きっと。そう、なに、いや大丈夫、ほら分かってんだよ。あれでしょ、これ持ったら浮遊するから、そのまま上にね、あの引っ掛けさせられるっていう感じでしょ。置いていいのかな、置いてみるね。はい、パウが出てきたよ。待って、置いたらダメなんかこれ。それじゃあこのバネ持って下に行ったらオンオフが変わる、そんな感じでしょ。オッケー、これでバネを置けばいいっていう感じだね。この下の場所に置きましょう、ここだね。魚ー、それじゃあここは3日右に行ってよける。そう、ここで避けた後に下に置こっか。このバネ下に置いていいはず。で上に行く、こっち合ってるよね。あのバネなんか意味あんの。じゃあ右行って、どうしよう、このバネのとこ一旦行こう。でここでヒップドロップしたらなんか当たってくる。そう、よし、ここ行くの、どこ行くの。よし、ここで取っておきみたいな感じかな。いや、ここ行けそうじゃない。割り目のプロ見せます、壁キックで行ってみせます。はっ。やっぱダメだね。それじゃあここヒップドロップしてこの場所に追っておこうか。そしたらヨッシーが取れる、よっしゃ。で右に行こう。でこの赤いヨッシーは何だろうね。あ、食べれちゃった。食べれるの、そんなでっかいの。ちょっと待って、一回吐き出していい、なにこれ。赤ヨッシーに乗り換えていけって感じかな。そんで氷ブロックを溶かす、そうでしょ。そしてよ、そして緑のブロック、じゃねえや、緑ヨッシーに乗っていくと思う。ここで乗り換え必要だよきっと。見てて、どうせいなくなんじゃねえか。まあいいや、まあここで一旦右に行って、中間ポイントは普通に取らせてくれないと思うんだけど、信じます。うわっ、待って、しびれたしびれた、今しびれてさ、金魚に当たる感じだったんじゃないの。まあいいや、今回普通に取れましたね。でここは下行ったらね、罠だと思うんだけど、意外といける説ある。ちょっと一旦行ってみていい、そんなわけねえか。よし、それじゃあ中間ポイントからだね。一旦このドア入っていきましょう。そんで、うわ、右の音符ブロックか、下に行くか。下に行こう、ここで合ってる。うわダメくせ。あれ、左上から出てこなかった今。じゃあ一旦さ、ここはダメっていうことが分かりました。じゃあこの音符ブロックを叩いていきましょう。うわダメ、待って、ここでやられたらさ、上から出てくるんだよね。見てて、ほらほら、どうなってんだろうね。分かった、ここね、一旦降りるじゃん。降りてツタから出てくるのは分かったから、ずっと上ボタンを押しっぱ、そしたらあのツタに掴まれる感じ、多分そうだと思うんだよね。見てて、ほら、でここで下に行く。こんなの、こんなの分かるわけねえやんか。分かんないってこんなの。じゃあ扉に入る前に、あ、扉入れないね。うわ、あよく見たらさ、この一気アップの後ろ、キノコ隠れてるね。見えない、全然見えない。それじゃあこのドア入っていきましょう。そして次は、ヒップドロップかな。ヒップドロップでいいはず。イエーイ。でここでは落ちてしまうんで何もしないでいい。まだ大丈夫だよ。ほら一気アップくれるし、まだ大丈夫。ここで右にダッシュしよう、こう、よし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 、
分こっちになってる。で、あいつなんか出してくれるでしょ。ギャップか。で、このままつららに当たって右の土管に入る。これで合ってる。で、もうね、2つ中間ポイント取ってるからね、あれなんだよね、もうゴール近いと思うんだよね。じゃあここは P を押してすぐ左に行く。そうしないとキラーが出てくる。さあ早く早く行こう。よし。そしてこの氷ブロックをファイヤーかなんかで溶かさなきゃいけないと思うんだよな。このスネークブロックの下にファイヤーが隠されてるっぽいよ。一旦行ってみる。うわ、そっちそっち、はい、そっち。うわあ危ねえ。じゃあ溶かしていきましょう。そしてこのキノコは取らないでいい、きっと取らないでいい。そして下に行くべきか上に行くべきか、どうしよう。あ、上には行けないのか。このつららに当たってもう一回当たる。でこのドア入ってみよう。多分こっちしか行き場ないもんね。うそマジでこっちじゃないの。こっち以外の行き方あった。え、待って、ここ死に耐久じゃないの。久しぶりなような気がするんだけどな、死に耐久。どんな死に耐久が来るんだろう。これなんて書いてる。ミスド。え、ミスったってこと。分かってるって、そんなの分かってんだよそんなの。何よこの赤コインは、取って意味あんの。一回鍵手に入れるけどさ、鍵意味ないやんかキノコ取んなって書いてるね。なんで分かったよ、ここでキノコ取るでしょ。でヒップドロップまではいい。そんでここでチビになって上に行ったらなんか変わってると思う。そうなんでしょ。でこのまま右に走っていく。うわー、ビビっためっちゃビビった。これが鬼打ちってこと。こっちで合ってるよね。ね、こっちで合ってるよね。なんか変わってる。でもここでさ、結局ファイヤーいるんじゃないの。あ引っかかっちゃった。それじゃあここは P を押して一旦何もしないでいい。それが合ってるでしょ。そうじゃないの。ほらほらほら、でここで左に行くんだけど、こっからなんだよな。こっから結局またファイヤーを取らなきゃいけないんでしょ。ほらで下に降りてくるでしょ。あ、取らなくていいんだ。結構変わってるね、あのキノコになるのとならないので。いや、さすがだね、作るのうますぎだね。でここでキノコは取らないでよ、いいんじゃないの。キノコ取ったらキノコになるんじゃないの。キノコ取ったらキノコになるんじゃないの。それじゃあこっちはね、右からキノコを取らなきゃいけないっぽい。なんでここでキノコを取って、あ、これキノコなんじゃんか。で下に行くみたいな。こっちで合ってるよね。でもさっきと同じことにならないから、あ、右が空いてらっしゃる。ここはゴールなんじゃないかな。もううーどうしよう。最後っぽいね演出が。一旦ここ左に逃げるね。待って、ここキノコいらないと思う。いらなくて下に行こう。こっちで合ってる。やったこれは勝った勝った、これゴールでしょ。さあ早くテレサ来て、この下入りたいけど。やったぜどうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。